鍋島忠まから1943年12月10日は、旧佐賀藩主、鍋島家の12代当主、11代、直弘の着難。正二位、君三等公爵。夫人は、黒田長近の娘の貞子。定前に、南部信孝、鍋島直忠、し子、な子、た子、あきこ、いつこ、しげこ、のぶこ、としこ、ひさこ。1891年3月に、 イギリスに留学し、ケンブリッジ大学を1898年12月に卒業し、1899年8月に帰国、同年11月28日にサダ子と結婚する。1904年、外務省食卓となり、大韓帝国及び満州に出張する。再び1906年に、韓国に渡り、東韓府より同地における農業調査を食卓された。 1915年、13位となる。1921年、先代の名尾広が没してからは、家督相続、公爵を就職し、貴族院議員となった。震災後は小島にあった、鍋島農場や屋敷地を開放し、被災者や外国人を積極的に入居させ、同会の松村海跡を呼び、神山町に教会を建てさせるなどし、以降この小島は、 財界人や政府要人なども移り住んで、高級住宅街となった。1925年に肖像くらい、1933年に12位となる。1936年に国四島随法省を除群。1943年71歳でボス。家徳は嫡男の名を広が継いだ。ありがとうございます。